そうなんよ勇者になれドゥルンドゥルステスブースパスブースパステシコとユキはもうあいつら勇者になった勇者になってでもその勇者の先に何を求めるかだよな実際勇者になった先に何が待っているのかっていうのは、まあ、すごいやっぱり重要なことでだからまあ結構難しい問題なんだけど勇者が少年になるというか神もまた少年になり勇者だったことになるまあそこは諸説あるけどでも俺が言いたいのはまあ例えば俺がいろんなとこで言わせていただいているのがやっぱりその少年感謝勇者論感謝の前には何もないんだよだから神はさ感謝するかと言われたらどうなんだろうっていう話につながっていくわけよそこはやっぱ全ての創造したる神っていうのは果たして感謝をしていくのかどちらかというと慈悲を与える側感謝される側だから少年勇者感謝論違う違う違う少年感謝勇者論で言うなら神は勇者イコール少年、少年イコール勇者イコール神とはならないとは俺は思っているなそこは、まあ、ただ神にも、まあ、それぞれあって中にはでも感謝をやっぱ大切にしている神っていうのも俺はいると思うからそういう感じの神だったらその方程式は一応成り立つとは少年で勇者感謝して勇者同時にそれは神でもあると、まあ、けどやっぱ人には人の考え方があるから俺は全部の考え方を尊重したいとは思ってるまあより深く知りたい方は、まあ、あの月額制にはなっちゃうんだけど、まあ、あのセミナーの方もやってるんで、まあ、今日の興味ある人はあの DM かなんかで、まあ、セミナー希望ですって伝えていただければ、まあ、僭越だし、まあ、俺なんかがとは思うけどやらせてもらってるんで、まあ、希望する人はって感じだね、ドゥンドゥンさんプライムサブスク、毎日ありがとうございます、ご入会ありがとうございます日々感謝していきましょうそしていずれ勇者になるのですあリドルのボドカさんはあの、まあ、存じていて、まあ、すごいユーモアのある方だなって思っていて全然俺私はそういう方、まあ、むしろそういう方こそ合うんじゃないかなって思ってるんでもうぜひそれはぜひもうこちらこそっていうお話ですよねドゥンドゥンさん、サブスクリプション、5個共に行きましょう共に勇者共に勇者になりましょう私がそのお手伝いをさせていただきます共に勇者になり感謝を重ね少年から勇者になっていきましょうありがとうございます
瀬さん、プライムでのサブスクリプションありがとうございます。こうやって感謝をさせていただいていることが本当に嬉しい。本当にこうやって日々感謝を積み重ねていくことで、まあ勇者になっていくわけなので、やっぱ感謝する機会があるっていうのは本当に ありがたいことですよね。スレッカス、そう、心を穏やかにして、穏やかに穏やかに。アルチャサさん、100ビッツありがとうございます。100ビッツありがとうございます。感謝です。あの人の動作は見てて気持ちいいね。明るい姿に元気をもらうよ。
何がカズだぜ、ボケも死ぬカズマジで。